おはようございます、もぐらです。今日は放射冷却でキンキンに冷えてます。ちょうど太陽があの山のところから出てくるところですね。ハウスカッチコチに凍ってます。今日は冬にメダカを飼う時のエアレーションについて話をしようと思います。まず結論から言うと、冬はブクブクを止めます。で、理由はいくつかあります。まず最初の理由は、ブクブクをやると水が混ざって、冷えちゃうからですね。水って基本的に冷たい方が重たくて、下にあります。まあお風呂とかイメージしたらわかると思うんですけど、ただこれ冷えれば冷えるほどどんどん重たくなっていくかっていうと、そうじゃなくて、4度ぐらいを境に逆転するんですよね。4度くらいの水が一番重たくて、それより冷えて、まあ、3度2度1度ってなると今度は逆に軽くなっていきます。だから冬は、下の方に4度ぐらいの水があって、上の方に、まあ、0度に近い水が、あるっていう、そういう風な層ができてます。それでブクブクを入れると当然水がかき混ぜられるので、層がどんどんなくなっていきます。で、水面に近いところが外気によってどんどん冷やされていって、水槽全体が冷やされていくっていう風になります。だからまあ魚が下の方にうずくまって寒さをしのいでるのに、それをどんどん冷やすっていう風な形になっちゃうので、あんまり良くないですね。まあ、なんかイメージとしては布団の中でこう寒いって言ってうずくまって、やってるのにガバッて剥がされるような感じかなって思ってます。それから次ですね、そもそも水を動かす必要があんまりないです。水って止まってると痛みやすいんですね。だから夏とか水温高い時は水が腐らないように、ブクブクを入れて水を動かしてっていうことをやります。でも冬は水温が低くて、そもそも水があまり傷まないので、そんなに気を使う必要がないですね。まあこれは食べ物とかも冷蔵庫に入れとくと思うんですけど、それと同じです。じゃあ次ですね、そもそもブクブクは酸欠対策のために、やると思うんですけど、冬は酸欠のリスクがほとんどないので、だから入れる理由がないので、ブクブク入れてないです。じゃあなぜ酸欠のリスクが少ないのかなんですけど、まずはメダカの動きが鈍くなるからですね。水温下がってくるとメダカあんまり餌食べなくなります。今ちょっと太陽が当たってあったかいんでふらーって泳いでますけど、下の方でじっとしてたりとか、餌あげても食べなかったりとかっていう風になります。まあイメージとしては椅子に座ってる時とまあ、ちょっと走った時を考えてもらいたいんですけど、どっちが酸欠になるかっていうと、息切れしやすいのは走ってる時の方ですよね。だからあんまり動かない時っていうのは酸欠の心配少ないです。それから溶存酸素っていう指標があるんですけど、これは水にどれぐらい酸素が溶け込むかっていうことを表してます。ググったらいろいろグラフが出てくると思うんですけど、基本的に冷たい水の方がたくさん酸素が溶け込みます。まあ、他の気体も大体そうなんですけどね。だからメダカ自体もそんなに動かないし、水の中にもたくさん酸素が溶け込んでるっていう風な、そういう状態になってます。それから夏は、たくさん日が当たるので、この水の色が緑色になって植物プランクトンがたくさん湧いて、それから魚も餌を食べて糞をするので、それをろ過するバクテリアもどんどん増えて、メダカ以外にも見えない小さい人たちがここの水槽の中にいっぱいいるので、みんなが呼吸して酸欠になりやすくなるんですね。ただ冬は夏に比べて日光少ないので植物プランクトンも少ないし、ろ過のバクテリアもあんまり活発に活動してないので、そういう意味でも酸欠は起こりにくいですね。イメージとしては満員電車と空いてる電車でどっちが息がしづらいかっていうことですね。夏が満員電車の方です。じゃあいつ頃になったらブクブク止めるかなんですけど、だいたい水温が10度下回るぐらいになったら止めるようにするといいかなと思います。これあくまで参考値なんですけど、魚を飼ってる環境によって違って、まあ、例えばこの水量とか、魚が何匹いるのかとか、あと飼ってる地域ですね、山間部なのか海沿いなのかとかっていろいろ変わってくるので一概に言えないんですけど、まあ、魚の様子を毎日観察して、夏やったら例えば人間が近くに来ると魚もバーって寄ってきて水面でパクパクしたりとか、すると思うんですけど、なんかどうも最近餌をあげてもあんま反応しなくなったなとかってなってくると、水温が下がってきてるってことなので、ブクブク切ってもいいかなと思います。それからじゃあ夏はどうするかなんですけど、それは別の動画で撮ってます。夏の酸欠対策ってやつですね。まあ、簡単にまとめると、
まあ、ブクブクを入れてもいいし、入れないんだったら入れないで広く飼うとかゆったり飼うとかっていうような対策を取れるので、そっちの動画で詳しく話してます。冬の餌やりとか水温の管理とかも動画を撮ってます。まあ、この動画が上がる頃にはもしかしたらもう冬が終わってるかもしれないんですけど、まあ、一応動画の説明欄のところに貼っときます。それからすごい音が静かなおすすめのエアーポンプと、きめ細かい泡が出てくるおすすめのストーンがあるので、それも貼っとくので、よしもか、もしよかったら見てみてください。はい、じゃあ今日は終わります。ありがとうございます。